ゆうこさん、よろしくお願いいたします。えー、前回のコメントで、えー、結果が周りの人を喜ばせることを語っていたし、えー、自分もアスリートとして結果を求めることも好きだし、何より後輩たちの目標になれるように頑張りたいと言ったんですごく楽しみにしています。ま、ゲームも楽しんで、ザ・宇野島なんで。うん。あの、今、ね、ゲームやってますよね。うん。 結構あの、必死に練習してるとは思うんですけど、結構だからオンオフの切り替えも素晴らしいですね。こうリラックスしてるところがいいと思う。うん。連絡がありましたけど、将軍さんのところでゲームやってますか兄はね,ね。うん。まスみんさん、かぶくんお話ありがとうございます。えー、ショょ君くん、次の、えー、競技試合はワールドですか それまでプリンスアイスワールドのアイスを出演で他はないんでしょうかしばらく見ていないからプログラムのアップデートが楽しみです。ちょっと以下雑談です。2月18日はそっちで、えー、羽生選手に金メダルに輝いた日です。またバレンタインデーのこの日がお誕生日の人は佐藤由加さん、マデリンシーザス、エリザベーター、トゥルシンバイバー、15日は大島公職、マサルとありました。 えー、マサルる6歳って誰あ日本からザキトワにプレゼントされた秋田県のことですね。えー、この後、ジュニア世界選手権、えー、シュニア世界選手権続き、フィリアファンって毎年楽しみがいっぱい。その前に、カオ君や、えー、吉岡君、リオンちゃん、ハナちゃんらが出るタリンクホテルズカップがありますね。特にリオンちゃんが出るなら、見たい見たい。ショートは見れるかもですが、 16日の深夜の、えー、深夜が男女フリースケーティングなんで、私はライブは無理そうです。えー、17日は、えー、大事な日なんで、まジ早く寝なきゃ。カバくん報告よろしくね。YouTube でライブと見れるようですよ。うーん。最近ちょっとあの、フィギュア放送、お休みしてましたからね。またちょっとずつ再開しないと。うん。根本さん。 カリラマに行きたい。マリニンもかっこいい。うん。はい、カブくん、こんにちは。カ、え、リ、ー、は、えー、300点超えに勝っていると思いますが、宇野選手もカリラマ選手も頑張ってほしいと思います。け、え、が、ー、のないように300点超えは厳しいかもしれませんが、デビュー4をすべて取ることと、演技力は宇野選手抜群なんで、失敗のない演技とジャンプが、えー、大事だと思います。と、えー、技術点は うどん選手高いと思いますので、えー、大丈夫だと思いますが、やはり今回は300点超えてないので、えー、300点は、えー、超えられないと厳しいと思います。頑張ってほしいです。うん。そうですね。総合、あの、総合得点ということに関しては、300点必要になってきますね。確かに。うん。優勝ということを考えると、まあ、300、5点、10点、 どうでしょうかねあたり、それ以上が鍵、鍵になってくるかもしれませんね。ハイレベルになってくると思います。うん。はい、ありがとうございました。